どうも皆様ごきげんよう、クーです。それではポケモン不思議のダンジョン90体デラックス続きプレイしていきましょう。さて、今回はですね、炎の大地あたり行きたいなと考えております。というのも、願いの洞窟99回、地底遺跡99回、銀の開口99回というので、ここら辺はね、もう本当にね、やたらと難しいレベルなんですよね。まあ、願いの洞窟に関してはクエストが発生して20回で帰ってくることできるから、まあまあまあワンチャンいけなくもないのかなと思うんですけど、3匹はいけるけど、レベルが5からスタートっていうので、本当に本格的な不思議のダンジョンシリーズと同じ、まあ他のゲームの不思議のダンジョンと一緒ってことね。レベルが初期に戻ってしまうやつなので、めちゃくちゃ難しいんですよね、これは。なので、まあ、とりあえずまず炎の大地、これをまずプレイしていきます。いいでしょう。はい、じゃあ行きましょう。最初の 2,3 回ぐらいだけ見せて、あとはまあどうしようかな、まあ随所随所見せていくような感じでカットをやはり多めにしていこうと考えております。とりあえず装備しているのはパッチリメガネですね。なぜそれを踏んだ、なぜ罠の場所を見えるのに踏んだの。まあいいでしょう。よし、 OK。 おっと待って、マグマで囲われてるのは馬車もで取れるはず。 OK、 よし、これでいいでしょう。罠見えててもさっきの踏んじゃったのかなね、その可能性はある。おっと、ロッコン、まあこれは大地の力で、よしよしよし、まあ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 、そんなに苦戦する要素は今のところはないかなっていう気がしますね。怨念、技や攻撃をしてきた相手への技の PP ゼロにする。そう、怨念状態消えてほしいな。そうだね、石を投げて対抗するしかないよね。あ、消えたね。よし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 、 PP はね、早々にゼロにされるわけにいかないんだよね。30回でしょ、もうそこそこ長いからね。ちょっとこっちに戻ってきてもらって、はい、大地の力、これで一気に片付ける。 OK、 いいね。はいはい、マグマック、まあ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 、マグカルゴとかが敵で出てきて地鳴らしとかされると結構きついんだけどね。レベル45結構高えな。はい、ありがとう。 OK、 30回でしょ。なんかボスが出てきたりとかしたら困るから、仲間はできる限り痛い多くしておきたいよね。あ、弾けるこのか。 OK、 はいはいはい、素早いから2ヒットすると、ツイートするっていうか2回連続で技を放つと。ラグラージ、そういえばね、あのお盆の実とか、命の実とか使って HP がマックスまで上がれました。レベルが上がった時に HP 上がるからちょっと無駄になっちゃうんだけどね。まあまあ、でも HP が純粋にあるってことは生存率が上がるってことですから、まあそれは早めにちょっとマックスまで上げることができてよかったのかなっていう感じですね。うー、大地の力、あー、マグカルゴが、マグカルゴじゃない、マグマックが、まあ、炎タイプに地面タイプの技は効果抜群ですからね。ドンメル辛いね。まあ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 、いいでしょう。え、少々お待ちください。はい、ただいま戻りました。ちょっとよく分かんなかったです。では行きましょう。ロコンが倒れていると。小さなリンゴは一応複数持ってきてるので大丈夫でしょう。お、はい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 、キャンプにいないんだよな。ドンメルって、あ、一応進化するか。まあ、ただクエストの類はここは発生はしていないから、なんか何々持ってきてみたいな、そんなものは発生しないはず。
そうね、だから必要なのは小さなリンゴだけでしょう。 OKOK、 言うてでもラグラージュもう空腹度8なんだよな。空腹度つうか満腹度早くね、お腹減るの。はいはいはい、うん、ブーバーか、じゃあロッ、ん、誰ブーバーか、ブーバーか。まあでもこんな感じか。まあ油断しなければなんとかいけるかなってぐらいだね。 OKOK、 OK OK、ちょっと待って、大丈夫、あ、うん、うん、よいしょ。こういうの本当油断するわけにはいかないんだよな。大丈夫、よし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 、ブビーね、はい、アイテムは一応ある程度回収しながら行きたいところではあるけど、あんまり、あ、はいはいはい、マグマグ仲間ね、あんまりその周りを探索しすぎてそれでみん仲間がねピンチになるようなことがあるのであれば、それはちょっと避けたいところですね。あー、なんかアイテム落ちてるらしいよ。何が落ちてるの、石か、投げた石かな。うーん、こんなもん、はい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 、 OK、 よいしょ、おお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 、よいしょ、 OK です。ちょっと待って、キラキラ床無視していかなかった、いい、はいはい、待って、俺階段優先にしてるっけ、設定そんなわけないよな。ん、設定でどれだ、その他だよな、でオプション、探索優先になってるね、大丈夫だね、 OK、 はい、よしよし、30回までか。じゃあまあここら辺からはカットしていこうかなね。はい、30回まで到着いたしました。園庭ですね。ちなみに道中なんですけれども、ダンジョンの様子も変わることなく、ただ出てくるポケモンのレベルが上がったっていうだけでしたね。まあ、後半ギャロップラとかリザード、ワカシャモとか、そのあたりがまあ出てくるようになったかなぐらいでしたね。はい、ここは貴様のようなものが来るところではない。エンテが、我はエンテ、灼熱の火山と共に生きる者、帰らぬのであれば貴様を倒す。園庭か、なるほどね。じゃあこの後なんだ、雷光とか水君とか、そのあたりのポケモンと仲間になるためのいろいろありそうですね。じゃあまず皆無敵玉をまず使いましょう。さあみんな行って、無敵だからね、効きませんね。でその後皆力玉、はい、誰に変身した？メタモンは変身しなかったのかな？よし、OK。みんな接近してますね。はい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 、大丈夫ですよ。で、大地の力がいいのかな？ハイドロポンプ。いい火力出ますね。はい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 、あ、転がる、いいね。今無敵だからね、関係ないね。メタモンはずっと変身してるね、変身する相手いないのに。あ、え、もう終わった、あ、早い早い、やったぜ、負けた。貴様の、貴様の望みは何だ。別に望みがあるわけではないね。あ、これね、これは透明な羽、そうか、
あのポケモンに会うために。下がっておれ。え、な、ここ、あ、ここら辺りがあるんですか。そっかそっか、そういえば透明の羽ってなんかそういう、なんかエピソードあったな。エンテの炎で透明な羽は燃え上がった。そして透明な羽はシンクの羽に生まれ変わった。へぇ。これも一応エピソードなんですよね。この羽を持って西へ行け。そこに稲妻の大地がある。あー、はい。雷光ですね。貴様の道もそこで分かるだろうと。行くがよい稲妻の大地へ。シンクの羽をもらった。OK でーす。で、これ、園庭は仲間にならない感じ？あ、仲間にならないんだ。もう一回行ったら仲間になるかな。OK です。ドンメル、はい。まあまあ、じゃあ、この辺は適当に。はい、OK です。さて、稲妻の大地ね。まあ、それは、じゃあ、また次回にしよっかな。OKOK。で、次は、もっと難しいところに行こうかな。嵐の海域ね。まあまあまあ、それはいいとして。じゃあちょっと荷物の整理とかクエストを受けたり等々ちょっとしてきますね。おお、稲妻の大地行けるようになりましたね。さて、荷物整理は軽くしてきましたけれども、稲妻の大地行っちゃうと多分園庭が出てきちゃうでしょうから、願いの洞窟行こっかな。アイテムは持ち込めるレベル5からで見通せる。20回でしょう。アイテム次第ではいけそうな気がするな。特別ルール、はい。一時的にレベルが5になりますということで、ドドセルガーはいいんだけど、ラグランジ、バシャーもドドセルガーはね、まずい気がするんだよね。なのでちょっと残念ながらなんですけど、メインパーティー以外で行きたいなと。で、誰がいいんだろう。難しいな。アギアントレベル83もあるんだ。ドクケイル、回復系のポケモン欲しいもんね。ドクケイル、アギアントでがっちり固めちゃうか。半分残す回避のリズムとか、ちょっとそれはどうなんだろうとは思うけど、どっちがいいんだろう。どんなポケモンが出てくるか分かんねえんだよな。虫タイプでも固めるのはよくねえか。空腹になっても困らないように、一応バシャーモ自体を連れていくけど、トドゼルガーをメインで行くような感じで行こっかな。で、ちょっと、じゃあ荷物、何を持っていくかっていうのをちょっと考えますね。OK、ちょっと軽く荷物整理しました。では、行ってみましょう。20回までですね。チャーレムのところまで行けばよいと。願いの洞窟。はい。初めてだね。あー、電気タイプ。持ってきた荷物は、バッチリメガネ、鉄の針。で、はいはいはい。オレンの実。で、敵縛り玉で、ガイドの枝、プチ復活種といったような感じです。まあ、ピンチになったら逃げられるような手段を、用意するっていう感じで来ました。丸くなる水鉄砲、攻撃は噛み砕くか。ちなみに他のポケモンが覚えてる技も確認したい。風起こしのみ、泥かけ、体当たり、アーム判断、水鉄砲か。レベルが上がれば毒ケイル回復技を覚えてくれるといいんだけど、どうなんでしょうねっていう感じですね。いいね、いいね。で、レベルを早く上げたいよ。はい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 、いいっすね。極力敵との戦闘はしたくねえけど、しょうがないね。レベルを早く上げていきたい。よしよしよし、いいよ。あ、銀の針だ。いいね。はい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 。
いいね。アイテムは確実に回収していきたいよ。払い玉、はい。レベル上げておきたい。敵は確実に倒しておかないと。マネーねーか。適当に空振って、おっと、バリアを張る。防御がぐんと上がる。水鉄砲かな。どう？オッケー、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 オッケー。お前がレベル上がるんかい。まあ、虫タイプだからレベル上がりやすいか。いいでしょう、いいでしょう。コイル、はい、噛み砕く。オッケー。いいね。遠距離攻撃。よし、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 よし。いいでしょう。一回はじゃあこれで大丈夫だけど、これ危ない。なんか鉄の針当たんねえな。はい。当たってもダメージそんなにないね。もしかして投げたポケモンの攻撃力によるのかしら。水鉄砲。なんでトドゼルガにしたかって、低レベルで転がるとアイスボールを覚えるから。まあ体力の多いポケモンに対して有利になりやすいんだよね。ほい。OK。お金はまあ正直いいんだけど。はい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 。もしかしたら技マシンで吹雪とか持ってきた方がいいのかもしんないね。そしたらすぐパッてできるもんね。ドドゼルが、トドゼルがレベル上がりましたね。はい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 。これラグラージュもレベルが上がるよと。はい。いいっすね。技はまだ覚えないけれども、まあいいでしょう。はい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 。スペシャルリボン。はい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 。鉄の針をキャッチするんだな。投げ返してくるんだね。鉄の針投げ返してくんのか。それはちょっと怖えな。キャッチして投げ返してくる道具を、割とえぐいことするね。それ遠距離で道具使ってるからって言って安心できるわけではないんだ。おおおお、仲間いいね。レベル8。オッケーオッケー。プリンがいる。今こそ寝てるからキャッチしないよ。おっと、キャッチした。ニセポ。おお、さらに仲間になる。いいねいいね。値引き交渉。このダンジョン内にショップ出るのかしら。それはそれでいいけど。まあねえねえはね、またね、キャッチする可能性あるからね。寝ているやつに対して鉄の針は打ちたいけど、寝ていないのであれば鉄の針はそんなに打ちたくねえかなっていう。おー、待って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 、見たい。探知、使うとフロアのポケモンがどこにいるか分かるようになる。へえ。選択、はい。波乗り、波乗りか。銀の針、拾ってもいいな。銀の針は、石つぶはちょっと怖い。爆裂、相手に大きなダメージを与える。投げても使えるけど威力が上がる。また今キャッチしたね。よしよしよし。毒ケイルは本当虫タイプだからレベルどんどん上がりますね。技新しく覚えてくんねえかな。ちょっとね、鉄の針持っててもっていう気がしてきたから置きましょう。売っちゃいましょう。これに関しては銀の針はキャッチできないはずだから、はい。で、甘える頭巾ってなんだ。仲間とはぐれてしまったとき、仲間の近くへワープできるぞ。仲間が装備していたときはリーダーの近くにワープしてくるぞ。なるほどね。そういったこう甘える、すぐすり寄ってくるわけだ。いいっすね。瞬足とかいらないんじゃないかい。フラフラの弾は、まあ、敵に投げつければ使えるから取っておいていいとして、払いのけ黙ってない。同じ部屋にいる敵すべてをフロアのところにワープさせる。なるほどね。
王位はすぐ使えないのであれば置いちゃいます。探知選択うーんっていう気がするけどね。しのぎ、しのぎは持っててもいいんじゃないかな。よし、まあこれぐらいでいいでしょう。はい、おやお客さんたら、これまた随分と大胆に値切ってきますね。わかりました、ね、お会計の道具を今回負けに負けて208でどうでしょうかということで、はい、ありがとうございます。大胆に値引きしたのかプリン、それはそれでいいんだけど、まあね、値が怖い。はい、リセットで氷の牙、 OK、 いいね。うん、水鉄砲がなくなってしまったからな。階段見当たらないね。よいしょ、丸くなる、やだね。よいしょ、ほい、オッケーオッケーオッケー、よし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 、いいね。まだ4階か、20階までまだあるね。うっ、それまずい、起きな起きな起きな、まずいよそれ。プリンはマジできちんだよ、そこは。ほら、昼目、昼目、しかしもう空腹になってんじゃん。いや、空腹はあれか、ラグラージの絶食自慢があるから大丈夫か。やべえな。あ、そっか、俺の実持ってきてるから大丈夫か、一応。これ俺に氷の牙したってそんなにダメージ通らんやろ。ダメだこれ、みんなで戦わないと話になんね。よし、インドメタシン、おとりの玉、鉄の針等はまあいいとして、よいしょ、うん、お起きた、よいしょ、よし、接近してきた、 OK、 レベル 7OK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 、 おー、よし、転がる。どうしようかな、丸くなる、丸くなるの後だと転がるが強くなるんだよな。水鉄砲の代わりに入れるか。はい、アンコールはいらんだろう。はい、よしよしよし、いいねいいね、 OK、 よしよしよし、いいねいいね。早速転がりやってみようか。当たんねー、鉄の針キャッチとかしよう。はい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 、連結箱があればね、丸くなると転がるを同時に使うんだけどね。当たんないね、転がる、そんな当たんないもの。技設定、トドゼルが、ああ命中率低いな。命中ガツン使ってあげないといけないね、これは。先進みます。おうおうおうおお、こらった、キャッチしないで、よいしょ、うう、よし、オッケー、キャッチして投げ返しとくのマジで怖えな。よし、丸くなった後転がる、おお、威力確かに上がりましたね。キャッチしたんじゃない今、オッケー、よし、はい、ツバメ返し、うん、
よしよしよし。おお、仲間になる、いいね。はい、回避のリズムで、向こうのは寝てるのか。寝てるんだったらほっとこう。んー、丸くなって準備。わお、接近するか。指を振る、すり替え、鉄の針とバッチリ見合う。あ、やめてくれ、返してくれ。うん、そういうのはねダメだよ。持たせる、届けるが、はい、 OK。 砂嵐やだね。お、エアー、はい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 。もう階段行こっか、砂嵐きついもんね。はい、階段優先で行くか。階段優先で行かないとなんかなかなか終わらん気がするな、これ。階段優先で行こっか。オプションで階段優先にしましょう。で、設定変更終了。はい、で、よいしょ。あ、間違えた。おお、アームハンマー強えな。いいね、階段見つけた、早い。うん、おっと、転がるがなくなっている。ほら、よし、仲間になりたい、いいですよ。道を作る、いいね。はい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 。で、毒系いるがレベル上がる。はい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 。ラグラージュもレベルが上がる。壁があっても進めそうっていうことだけど、トドゼルガだけか、 PP がゼロになってんのは。 OK です。他になんか使えるものとかってある？今お盆の実とか使っても集落に戻ったらあんまり関係ないんだよな。よいしょ、行きましょう。ちょっと道具使っていくか。ガイドの枝振る、左の部屋か。じゃあトゲピーだけ先に倒し、おお、道作る。あんな作り方するんか。で、ガイド、ガイドの枝振ろうか。はい、うー、よしよし。丸くなって、それから転がるしよっかな。おっと、フェアリータイププリン入ってるはずだから、鋼タイプのメタルクローはきついよ、きっと。オッケー。で、はい、お前も、はい、転がる。あっと、当たらない。ソニックブーム。オッケー、よし。おっと、ビルダム仲間になりたい。いいね。仲間は本当、大いに越したことはない。よし。よし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 、いいね。はい、敵がいる。階段ないか。ガイドの枝振る、そっちか。うっと、まあ移動できないのはいいとして、丸くなる、接近してこない。よし、 OK、 いいよいいよ。あ、倒したからね。無理しない、無理しない。 OK、 ほい、よしよしよし、いいよいいよ、よし OK。 お、なんだ、あ、様子が変わったので。でも俺氷タイプあるから関係ないんだよな。リンゴ食べたい、食べようか。うん、これで HP 自動回復するようになるでしょう。うん、これで多少はいけるはず。フラフラ縛られとか、まあ使ってもいいんだけどね。まあ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 、他のみんなはダメージをどんどん背負っていくと、うん、辛いね。よいしょ、はい、転がる。 OKOKOK、 いいね。
こういうあられ状態の時こそガイドの杖使ってさっさと帰るべきなんだよな、本当はね。使いどころ間違えてる気もする。日差しが強い、天気ポッポッ変わるね。 OK、 よし、広いな。丸くなる、来るか、よし来た。あ、倒した。 OKOKOK。 はい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 、うん、まあ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 いいでしょう。とにかく20階に到達誰かがすればいいから、正直ここでポケモンたちを仲間にするのはあんまり念頭に入れてないから、まあ道中そのダンジョンの最中に仲間にしたキャラクターは、まあ、倒れてしまってもまあ最あまり気にしないような感じで、もうアイテム欄いっぱい。これ何、飴玉か。飴玉は確かにいらんな。でも石もそんないらんぞ。石とか置いとくか。待ってね、ちょっとね、余計なアイテムは持っておきたくない。投げておこう。ああ、そういう感じね、一個ずつ投げちゃう感じ。置いときます。脳天はね、ラグラージに持たせておこうかな。またさっきのあられみたいにダメージ加えられるときついしね。ドケールに甘えるつけておきましょう。これでまあいいんじゃないかい。うんうんうん、いいと思います。ガイドあと2回でしょう。うん、もっと難しくなってきてからでいいっすよ。丸くなる、接近してきたところを転がる。 OK。 オーバーキルよそれは。 OKOKOK。 ネオハリ状態、歩いたり吹き飛ばされてその場から移動することができない状態、そのから HP が少しずつ回復する。他のポケモンがネオ張ったのかな。はい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 、トゲピーがネオ張ったのかな。他のポケモンがいますね。よいしょ、フラフラ。おっと、猫だまし、そんな距離でやってくる。遠距離攻撃持ってるのはちょっと嫌ですね。あ、バカ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 、置くんじゃない、置く。待って待って、アイテム、フラフラの種を投げる。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。本当にワープしてきたね、ワープしてくるね。朝なん朝なん、よいしょ、ヨガのポーズ。俺はじゃあ丸くなって待って、接近してきたところも転がる。はい、おっと当たらない、つらい。ほら、技の威力が上がったね。まあまあまあいいでしょう。でもう一匹いる。転がる。おっと、まあまあまあ、でも敵の攻撃力そんなに高くないから、むやみに接近してもまあ問題ないだろう。で今転がるの PP が減ったっていうかゼロになったから、 PP リカバーを使っておきましょう。はい、ピッ。ちなみになんだけど、今転がるのさ、技レベルってどうなってんの？あー、全部技レベルってゼロに戻んのかな、これって。もしかしてなんか今まで使った分の経験値って入ってなさそうだよね。よっ、いけ、あらら、あ、そっか、相手飛行タイプだと地面タイプの転がるは当たんねえのか。いや、当たるってなってんな。あれ、転がるって岩タイプだっけ。わかんねえ、もう押せたよ。いいや。
でも20階までなんとか行けそうだね。飛び込みはまあまあまあ、飛び込みはいらないか。お金はまあいいでしょう。そんなに使うことないけど。丸くなる。接近してきたところを転がる。オッケーオッケー、いいねいいね。また来たね。よいしょ、1等マス上に行って転がる。おっと、やっぱ岩タイプっぽいな。転がる、これよしよしよし、いいね。で、これは何だ。なんか向こうで銀の針使われてんな。あー、プチ復活のため使っておきましょうか。特性消しはまあいらないよ。いらないけど、まあはい無駄に使っておきましょう。銀の針ガンガン使ってくんな。右にいるのは、なんだっけ、てるてる坊主のポケモンだ。なんだっけあいつ、忘れちゃった。毒ケール念力を覚えた。まあ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 、待って、オレンの実食べちゃおっか、食べちゃおっか。はい、 OK。 HP 上限も増えるしね。階段がある、階段、早く行く。プリン復活させる。うん、いいよ。おお、レベルが上がる、いいね。はい、 OK です。さあ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 、あと4回。癒しの種はまあまあまあ、あんまりいらないかなっていう気はする。よいしょ、転がる。当たらない。やっぱ命中率低いね、転がるは。まあ当たり続けると強いもんな、転がるはな。命中率低くないとやってらんねえやな。みんなが転がる使っちゃうもん、命中率高かったら。ネビーつつく。ほい、そして右下にも誰かポケモンいるな。誰だ、ラグラージがレベル10になった。もらったか。破壊光線、まあどうせ今ここを技マシン使ったところで戻ったらもう破壊光線覚えてないだろう。ただ今なぜ破壊光線を覚えさせたかというと、道を作ることができるんだよね、破壊光線はね。だから割とまあ使えるタイミングはあるっていうような感じ。まあまあ試しにだから使ってみると。プリン邪魔よ。ほら、いけ、よし、こんな感じでね、道を作ることができるんですね。これ素晴らしい。もう通路っていうより大きい部屋になっちゃうよ。あ、こんな感じになったんだね今。あ、しかもあれだ、道を作るを持ってるから。あワープしちゃった。いや楽しいな。あワープしちゃうじゃん絶対。なんだよそれ。よいしょ、いけ、うら、いやいいね、道作るの楽しいわ。そして遊んでたらトロゼルガがやばいことになってる。カミクラック、よしよし、じゃあ破壊光線で遊ぶのやめよう。お店とかあるとね、破壊光線で道を無理やり作って泥棒するっていうこともできるんだけどね。これこらえる。はい、これ OK。 PP がなくなってるから PP リカバーで転がるの PP を回復させておきたい。氷の牙はまあワンチャンいいわ。あとで
レベルが上がった時にアイスボールも覚えさせたいしね。この調子だったらまあいけるかな。なに、横取り状態、同じ部屋にいるポケモンが繰り出した変化技の効果を横取りする状態になる。トゲピーは本当指を振るが使える状態だから、状態っていうか 指を振るが使えるポケモンだから、ほんといろんな技を使いまくりますね。おっと、あぶね。よし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 、いいんじゃない、いいんじゃない。で、ガイド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 の枝、右上ね。よいしょ。あー、いいね、2回連続体当たりでとどめを刺す。毒ケールのレベルが上がるよ。はい、いいねいいね。で、よいしょ、慎重に慎重に。よし、 OK、 もう先行きましょう。で、もう一回もう一回ガイドの枝を振る。右上の方ね、了解。階段に向かいましょう。敵縛り玉、はい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 、よし、20回。あ、オッケーオッケーオッケー、イベント発生した。全然出らんないし、これからどうしましょう。助けに来ましたよ。そうだよ、これでこのイベントも少し進むでしょう。何が発生するのやらって感じだけど、いやー難しかったね。やっぱレベルが低い状態からスタートするのって難しいわ。 OK、 じゃあまあイベントのところまではカットしよっかな。はい、チャーレム無事だったか、よかった。ごめんよアボ、あそこのダンジョン私にはきついわ。まあそうだよね、あんた助けてくれてありがとうね、感謝してるわ。どうした、まだ体が痛いよ。そんなに無茶したの。しかしなんだよあそこのダンジョンは。願いが叶って言うから行ってみりゃさ、ものすごくハードなところじゃない。まあ、そりゃそうでしょ。ハイリスクハイリターンですよ。もう二度と行きたくないわあんなところ。本当はこれなくしたくなかったから救助頼んだんだけど、あんたにあげるわ。はい、救助のお礼。お、特別なアイテム、歌声の石。歌声、この石を持って願いの洞窟の奥まで行くと、なんと願いが叶うらしいの。悪くないご褒美でしょ。なるほど、これを持っていかないといけないのか。なるほど、それはアイテム枠を1個使うのかな、わかんねえけど。まあでもガイドの杖結構役に立ちましたね。いろんなダンジョン行ってダンジョンショップ覗いてガイドの杖があるときはもう最優先で買って貯めて、まあ願いの洞窟とか行くっていうのはありかもしんないね。はい、でアブソルは未だいないと。でチャーレムとアーボなんでここにいるんだ。歌声の石を持って願いの洞窟を奥まで行くと、なんと願いが叶うらしいの。私が無理だったけど頑張ってねー、ということで。俺も顎広げるのは諦めたよ。まあ頑張って願い叶えてくれよな。お前は進化した方が早いと思うぞ。願いが叶うことについて、ラグラジ行こうぜ、願いの洞窟の奥まで、ということで。でも願いが叶うって本当かな、どんな願いが叶うんですかねっていう感じですけど。よし、じゃあ今回ここまでにしましょうね。他にイベントがなければいいけど、とりあえずアイテム全部預けて、ちょっと他に何かないかちょっと一応ガラってみるか。いや、なさそうだな、なさそうだな。そうだね、ないね。一応こっちも行くか。あー、発生してないっすね。大丈夫だね、大丈夫だね。うん、まあいいでしょう。オッケーオッケー。よし、じゃあまあ終わっていいでしょう。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。ではではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。